マッシュー・リークロイ、マッシュー・ハンクス・リークロイはアメリカ合衆国サウスカロライナ州ベルトン出身の元プロ野球選手。ウトウミギウチ。クレムゾン大学在学中の1996年にアトランタオリンピックの野球アメリカ合衆国代表として出場。1997年の MLB ドラフト一巡滅移保でミネソタツインズに指名されプロ入り。 1999年7月から8月に開催されたウィニペグパンアメリカン競技大会の野球アメリカ合衆国代表に選出された。2000年4月3日にメジャーデビュー。この年から2002年まではツインズとトリプル A 級を行き来する。聖保守争いの中、一類種や指名打者として出場することもあった。なお、この年以降は一類種や、 指名打者の出場がメインとなった。2003年には自己最多の107試合に出場し、打率287.17本塁打、64打点とキャリアハイの成績を残した。2005年は101試合に出場し、自己最多タイの17本塁打を記録したが、シーズンオフにはツインズから放出された。その後、ワシントン・ナショナルズとマイナー契約を結んだ。 2006年5月5日のヒューストンアストロズ戦では、聖保守ブライアンシュナイダーと2番手保守ウィキゴンザレスが故障したため、自身も膝の骨極に悩まされながらも試合に出場した。しかし、7回までに6盗塁を許し、2つもエラーを記録したため、ロバート・フィックと交代させられた。6月18日にディエフェとなった。2007年は、 ナショナルズ参加のマイナーチームの監督のオファーを蹴って、フルス、ツインズとマイナー契約を結んだ。このシーズンは、トリプル A 級ロチェスターレッドウィイングスにて、指名打者としてプレイしていた。チームの第4保守のホセモラレスが故障したため9月9日にメジャー昇格するが、シーズンオフに FA となる。 2008年2月15日にオークランドアスレチックスとマイナー契約をするも3月16日には放出される。4月からはアトランティックリーグランカスターバーンストーマーズでプレーした。同年シーズン終了後に現役引退。2008年11月にナショナルズ参加の A 級ヘーガーズ・ダウン・サンズの監督に就任する。2011年は AQ ポトマックナショナルズの監督、2012年は AQ ハリスバーグセネターズの監督を務めた。2013年11月に2014年シーズンからナショナルズのブルペンコーチに就任することが発表され、2015年まで務めた。2016年から2019年までは再び AQ ハリスバーグの監督を務めた。2021年からは トリプル A 級ロチェスターレッドウィングスの監督に就任。公表されている身長と体重を見てもわかる通り、やや太っており、レスラーのような体格。そのため、足が遅く、2005年シーズンは101試合に出場し、二塁打を5本しか打っていない。また、臨床性が欠けており、以前は保守をやっていたが、後に一塁手へ転向している。かなりのパワーヒッターで、 フルシーズン出場すれば25本前後の本塁打を期待できる。しかし、右投手を打てない傾向があるため、左投手の時だけスタメンで出場することが多い。また、逆方向へ本塁打を打つのが上手い選手としても知られている。なお、ツインズの選手としてサヨナラ満塁本塁打を放った、ことのある数少ない選手の一人である。ありがとうございます。